今日は上田城にキノコ狩りに来ました。上田城石膏園も結構自然が残っているので食べられるキノコとかあります。上田城かどうか分かりにくくてすみません。今日土砂降りで、さっ早く取れる場所に行きますかね。毎年取れる山伏茸です。以上。